内容結果問う時期ではないんですけど、それでもやっぱりあまりいいゲームはできなかったんで、まあ、今日しっかり集中してね、90分間戦うっていうところと、まあ、我慢強くやるっていうところを挙げてゲームに入ったところがしっかりよくできたのかなって気がするんで、まあ、まずはそんなにね大きな怪我人が出ることなくキャンプを入れたっていうところで、また一回広島に戻ってしっかり調整した中で宮崎キャンプに入っていけば仕上げの方に入っていくと思うんで、ね、そこでもう試合組まれてますし、いい大きなキャンプができたと思うんで、まずしっかり休んで、まあ、久しぶりに広島帰れるんでお好み焼きでも食べたいと思いますから、ね、はい、お疲れでした、はい、ありがとうございました。沖縄の